ます。レイチャンネルのレイです。といつもレイと、自己紹介させていただいていたんですが、インスタグラムの方ではですね、レイチェルと、表記していて、実際ですね、高校時代からレイチェルというあだ名で友人たちからも呼ばれているので、今回からですね、レイチェルと YouTube の方も統一させていただこうと思います。というわけで、レイでもレイチェルでもいいので、呼びやすい方で呼んでいただけたら嬉しいです。で、本日はですね、梅雨の晴れ間ということで、現在山に向かっているんですが、で今日はですね、午後から仕事に行かないといけないので、名古屋市からですね、気軽に行けるさなげ山に、登ろうと思います。で、さなげ山はですね、愛知県の豊田市と瀬戸市にまたがる山で、629メートルと、気軽にハイキングを楽しめる山なんですが、実は今まで行ったことがないので、今回が初登頂となります。で、今日はですね、朝のトレーニングとですね、今回ですね、こちらのカロスの APEX 2 PRO というですね、スマートウォッチを提供していただきましたので、こちらをですね、試しながら、登ってみたいと思います。では行ってきます。さなげ山の登山口の方に到着しました。で、この先ですね、駐車場があるんですけど、そちらはいっぱいだったので、第二駐車場の方に停めました。今日は日曜日なんですけど、想像以上に人がいてちょっとびっくりしてます。さあ、これから、登山口でお手洗いに行って登りたいと思います。いやー、今日はまだ梅雨明けはしてないんですけど、天気がいいですね。青空です。で、まだ朝の7時なんですけど、やっぱり皆さん、暑くなる前に登ろうという方が多いのか、結構ですね、こんな早くでも多くの車が、見られます。いやー、すごいな。今朝の7時15分ですけど、すでに下山してきている方がいます。すごい朝活ですね。はあ、こっちにも駐車場がある。水車、いい雰囲気ですね。27度ぐらいだと思いますけど、暑いです。
あらかじめコース設定しておくと残りの距離など表示してくれます。あと7キロ。今登山者の方が教えていただいてくれたんですけど、そこにクマがいたらしいです。右の方に行けば大丈夫と言ってたので、右の方を目指していきます。怖っ。神聖な、神聖な雰囲気です。あと6キロ。暑っ。東の海よ。神社が見えてきました。暑い。よいしょ。気持ち悪い。よいしょ。山頂まで15分。15分ほど、あと10分で山頂です。はあ、ようやく、はあ、ちょっと平らになって太陽も落ち着きました。はあ、いやでも結構、まあ、時間帯にもよりますけど日陰が多くて助かりましたね。今8時27分。これからピストンしております。
ちは。8.63キロ、2時間1分。はい、というわけで無事下山してきました。今日はですね、3時間半ぐらいで登れたらいいなと思ってたんですけど、意外とですね、走りやすいトレイルで、まあ、一応トレランの格好で来てたこともあってですね、下りは走って降りてきたので、ヤマプラとトータル2時間3分という、記録でした。まあ、今日使ったこのカロスのApex 2のプロというモデルですけど、結構光が当たるとですね、文字盤も反射して見やすかったので、とても使いやすかったです。で、こんな感じでですね、違うわ、トータルが 8.63キロ、これだと 2時間1分になってますけど、こういう記録とかですね、トレーニング負荷の詳細など、あと体力疲労度、ペースとか平均速度とか、あとですね、心拍とか、まあ、上昇量とかですね、こういったカロリーとかも出ます。あとリカバリー時間 2.5 日となってますけど、まあ、こういうのも出ます。で、今日は佐渚山初めて登ったんですけど、まあ低山なのでですね、やっぱり虫がめちゃくちゃ多くてですね、もう出だしからですね、日焼け止めを塗っているせいもあって、ちっちゃい虫がいっぱいまとわりついて、気持ち悪かったです。またですね、まあ、アブとかハチもいますし、あとなんとですね、ノーマークだったんですけど、まさかのついさっきそこでクマを見たというですね、クマの目撃情報もあったりと、ちょっと甘く見ていたところがあるんですけど、やっぱりですね、虫とかクマとかですね、まあ、熱中症対策とかですね、低山こそしっかりした方がいいなと改めて思いました。いや、これからですね、まだ朝の9時半とですね、まだまだ時間があるんですけど、今日はですね、昼からちょっと仕事というか、まあ出張の方に行かないといけずですね、まあ、夜は職場のメンバーと飲み会なので、そのビールを楽しみに、まずは安全運転で帰宅したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またねー。